目を引く役とかメッセージが書かれてるとつい見ちゃうだろ。その結果、鍛え上げられたオイラの大胸筋に目が行けば狙い通りだ。だから行くかな。皆さん、おはようございます。ただいまのアイラトーン時刻は2020年1月16日木曜日の午前11時18分です。今日は特にお知らせはありませんが、あ、昨日のお料理番組どなたかご覧になりました？あの特製クリームシチュー本当に美味しそうでした。私も近々作ってみるつもりです。しずえさんの料理絶対うまそう。ああ、私言ったら個人的なテレビの感想なんてすみません。では今日も皆さんが楽しく暮らせるよう精一杯お手伝いさせていただきますね。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さてことで、お、シャンティ、忙しいアユナさんへ。一日の疲れを癒すにはシャワータイムが欠かせないわ。あなたもそう思わない？いつも頑張っているあなたへ、今日はこのアイテムを送るから気に入ったら使ってちょうだい。遠慮はいらないわよ、シャンティ。何をくれたんだろうか。お、ツンドラーさん、親愛なるアユナさんへ。今日の調子はいかが？ふと思い立ったからあなたへメッセージカードを送ることにしたの。たまにはこういうサプライズ的なやりとりも悪くないでしょ。これからもよろしくね、ツンドラ。そしてルーシー、内緒ですよ、アユナさん。この前すごく可愛い封筒を拾ったんです。きっとラブレターですから届けようと思ったんですけど、宛先もないし差出人も書いてなかったので、思い切って中を見てみたら空っぽでした。ドキドキしちゃったルーシーより。空っぽの可愛い封筒、なんで落ちてたんだろう。とりあえずシャンティからのプレゼント、水玉シャワーキャップ。かわいい。シャワーキャップってさ、何しにかぶるん？私いまいちよくわからんねえけど、これはお風呂に湯船に浸かるときってこと？なんか髪の毛が濡れんようにとか。シャワーキャップ、一瞬あれと間違えた私。あの、なんやっけ、シャンプーハット、あれはね、普通に真ん中空いてるもんね。よ、アイナ、最近あまり喋れてなかったね。なんか忙しかったのかい？へ、久々に声かけてくれて嬉しいよ。あんたとおしゃべりするのは楽しいからさ、だってね。最近ちょっとね、人の島に行くことが多くってびっくりした。何かと思った。そうそう、私場所を変えたんやったわ。こっちに変えたんやった。ここちょっとね、浜辺でくつろげるスペースにしようかなと思って。あ、落ちてた。はい、メッセージボトル。今回のどこかの誰かへ。俺はついに革命的な DIY レシピを思いついちまったかもしれねえ。せっかくだからこの瓶を拾ったお前に作り方を教えてやるよ。他の奴には内緒だぞ。自分を貫くガビより。ガビって誰やったっけ。熊の子かな。粘土のおもちゃやった。え、これあれやろ、あのマミーさんとことかにあるあのショートケーキとか、ああいうやつやろ。ん？何も作られてない。段階があるってこと？え、多分そういうことよね。え、違う？多分そういうことやろ。え、すごい、ちゃんと段階あるんや。で、他の人の島に行った時にも見たけどさ、あのなんか、何？女の子版、男の子版、あと、まだ色付けができてないやつとか。ん？ケイトさん、マミーさんも。アイナさん、しばらくお話できなかったですね。今日は話しかけてくださってありがとうございました。なんだかほっとしました、ダフン。なんか人の島ばっかり行きよってさ、で、あの、お金稼ぎは基本的に夜中やったけん、なかなかみんなね。あら、こんにちは。今日もデザイナー修行のためアイラ島に来ているんですよ。よかったらまたリサーチの協力をお願いしたいんですけど、今回見せてほしいのはデイリーコーデです。普段着か。え、今みたいなのでよくない？ダメ？普段からいつも着ているようなスタンダードなコーディネートに着替えて見せてください。毎日着るものですから、着回しの効くシンプルでおしゃれな服装ができたら良さそうですね。参考用としてデイリーのイメージの服をお渡ししておきますね。とりあえずどんな感じか着てみよっか。サイケデリックシャツです。デイリーなのかそれ。なんか個性的すぎ？こんな感じのイメージでデイリーの全身コーディネートをしてみてください。もし難しそうであれば、これに合いそうなアイテムを身につけるだけでも大丈夫ですよ。私はここで待ってますので、よろしくお願いしますね。一応、今は普通に普段着って感じな気がするけど。個性的よね。
え、こっちの方が一般的じゃない？なんかほら、こういう大学生よくおらん？ねえ、どうすか？そちらのコーディネートをもう見せてもらっていいですか？いいと思うんやけど、どうでしょう。ありがとうございます。早速見せてもらいますね。ふんふん。なるほど。どうかな。素晴らしいです。まさに私が思い描いていた理想のコーディネートです。まあ普段着だもの。こんなにデイリーというイメージにぴったりの組み合わせがあったなんて感動してしまいました。私もあなたのようなセンスを身につけていきたいです。本当にありがとうございました。ねえ、だってケイトさんにもらった服、コーディネート難しい気がするけど。お礼の仕立て屋クーポンは後でご自宅に送っておきますね。仕立て屋で使えるのでよかったらどうぞ。あと、良ければこれも受け取ってください。私がデザインしたものなんです。気に入ってもらえるといいんですけど。あれかな？ちょっと派手めが好きなんかな？ケイトのコートです。これも私が手掛けているブランドのアイテムの一つなんですよ。できたばかりの新作で、今後商品としては下手に並べてもらうつもりなんです。次もまたよろしくお願いしますね。ありがとうございました。どんな感じやろ？また真っピンクなんかな？コート。ですね。派手。派手やけど、デザイン自体はめっちゃ可愛い。もうちょっと使いやすい色にしてくれんかな。すごくもったいない。いや、私が地味思考なだけだろうか。そういうことなのか？ん？家におるかと思ったけどおらん。私別に今寄贈するようなものは持ってないよね。うんうん。お。アイダホが家に。待って！風船が流れてきたのに。もうこれ出たらないんやろうな。あ、お掃除中ですか、今。ようこそ、アイダホのトレーニングルームへの心。トレーニングできそうなものは何も置いてないけどな。おしゃべりしよう。日々のトレーニングできる T シャツは、オイラの戦友みたいなもんさ、の心。その戦友をオイラが何を見て選んでるか、わかるか？はいな。着心地、デザイン、サイズ。着心地？いや、でもデザインかな。目を引くエグとかメッセージが書かれてると、つい見ちゃうだろ？その結果、鍛え上げられたオイラの大胸筋に目が行けば、狙い通りだ、の心。行くかな？私的にはぽよぽよにしか見えんねえけど。あ、挨拶？住民挨拶キャンペーン。たぬきマイル 200×2 ゲット。あとは？特にな、あ。エンジョイ釣り大会2回目やね。肩書き夏生まれの寒がり。たぬきマイル500マイルゲット。夏に生まれようが別に寒がりは普通にいると思うよ。んで？さすらいのトラベラー。お。お、二段階目まで行ってん。肩書き、旅する人、たぬきマイル300マイルゲット、そのまんまやねん。旅人。そして、肩書き、時々ツーリスト、たぬきマイル500マイルゲット。飛行機を使えば、よその島へも一飛び。マイルも溜まるし、一石二鳥だなもん。あ、あれマイル溜まりよんや。ヘリオンか溜まりよんかどっちなんかなって思いよったよね、戻ってきたとき。人生は旅の連続だって言うし、たぬき開発はそんなトラベラーを応援してるだなもん。マイル溜まりよるとかめっちゃいいやん。びっくりした。何しだしたんかと思った。ここで作り出したんかと思ったわ。椅子。じゃあね。結構綺麗好きなんやね。意外とパタパタやってらしたわ、ハイダホ。ほら、やっぱり飛び寄った風船がなくなってしまっている。くそー。撃ち落としたかった。お、何作ってるの？それ着てくれとるやん。やったね。あた、やっぱセンスあるわ。ね、アイナちゃん。あは。なに、怖いよ。目見開しすぎ。なんか作ってたの？えへん。何を隠そう、あたいは。今、桜物ラグを作ってたとこなの。昨日の夜読んだ漫画からアイデアをピコーンと受信してね。それを具現化してる最中ってとこ。あ、アイナちゃんも桜物ラグの作り方知りたかったりする？あは。知りたーい。あたいはそれっぽいから、ちゃんとメモしてあるんだよね。じゃあ、はい、レシピどうぞ。ありがとう。さくらんぼならうちの庭にあるけんね。結構簡単だと思うし、あいなちゃんだったらいい感じに作れると思うよ。あは。そして、さくらんぼのラグ。どんな感じなんやろ。さくらんぼのラグのレシピを覚えた。絶対かわいいと思う。ほら、かわいい。いいね、いいね。良きだね。
そのうち作ろう。あ、で、こっち側をさ、あの、屋台をね、一個増やしたんよね。一個増やすことによって、この辺ちょっと狭くなるかなと思って、抜けた。これ、せっかくかき氷機をさ、ゲットしたけん、それを並べようと思って。ね、いい感じ。お、ツンザラさん、ツンザラさん。お、メガネかけてる。おはよう、朝から会えるなんて嬉しいわ、なのだわ。世間話でも。今日も島に吹く風が心地いいと思わない？ふとした時に感じる潮の代わりに胸がキュンとなるの、なのだわ。みんなあれなんやね。結構季節とか関係ない感じなんかな、服装。あれ、私があげたやつじゃないけど、めっちゃなんか、冬って感じの格好じゃない？どうもー。いらっしゃいませ。ませ。たぬき商店、ようこそ。ようこそ。めちゃくちゃ不気味な。あ、待って、これ私、島訪問で欲しいと思ったやつ。そちらの商品はシャワーブースでございます。お値段は、11万。11万ベル。買いたいけど、ちょっとお金下ろしてこようっと。ちょっと待ってね。ここはまあ、うん。ありがとうございました。でもこれで白とかやったらもっと良かったのになぁ。そちらの商品はシャワーブースでございます。お値段は11万ベルとなっておりますが、いかがでしょうか？買っちゃいましょう。ちゃんとシャンプーとかリンスとか置いとるの見えたね。まあ、でも猫足バスタブも可愛いんやけどなぁ。どうしよう、シャワーブース。浜辺とかに置く？浜辺。でもまあ外にあるにしてはちょっときちっとしすぎなような気がするね。一応この辺にポンって置いてみよっか。シャワーブース。ポン。いやまあでも、これ入れんのかな？入れたらいいのに。押して引くことしかできなかったわ。あ、何？どうしたの？シャンティ。アイナさん、いいところに。実はちょっとご報告があるの。急なんだけど私、この島から出て行くことにするわ。やめてよ。あ、勘違いしないでね。アイナ島に不満があるとかそんなんじゃないから。そろそろ外の世界を見たくなっちゃって。なんていうのかしら。常に自分をアップデートしていきたいのよ、だってば。言っちゃやだ。アイナさん、あなたにそこまで言われて引っ越すなんて、ハムスターの辛い汚しだわ。ハムスターの辛い汚し、そんな言葉ある。引っ越しなんてやめやめ。私はこれからもアイナ島の住民よ、だってば。よかった。もうなんか決めてしまったんかと思った、言い方的に。お、アンチョビがいるじゃねえか、あんなとこに。何してるの、花に埋もれて。あ、釣り？釣りですか。お魚やーい。アンチョビと遊ぼうよーでし。しかし君は鳥なんだよ。遊ぼうと言われてもね、魚からしたら食われる恐怖しかないと思うんだ。ああ、よかった。シャンティ出ていかんくって。待って、鼻カマキリおった。ちょ、捕まえるわ、あれ。びっくりしたー。手前のカマキリなんか全然見えてなかったで。え、どこ行った？え、おらんくなったこと、あ、おった。はぁ、あ。オッケー。ちゃんとね、高額で売れる子たちは、集めておかねば。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんかこう他の人の島を訪ねてから自分の島に戻ってきたら何もない感がすごいなと。飛び盛りの頃に比べたらね、いいんじゃないかなって思ったんやけど、全然やね。